こんにちは、皆さん、ガルマです。今回の動画では、シュワク諸島にひっそりと存在する忘れられた村の謎に迫ります。この村は、その孤立した場所と不可解な出来事で知られ、長い間地元の人々にさえ忌み嫌われてきました。今夜、私たちはこの村の禁忌や伝説、そしてそこに住むと言われる幽霊たちの話を探ります。一緒にこの不思議で忘れ去られた場所の秘密を解き明かしていきましょう。それではこの神秘的な旅を始めましょう。その前にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。100年の孤独、シュワク諸島の忘れられた村、スタートです。村の起源、忘れられた創立。シュワク諸島の隅にひっそりと構えるこの村は、数百年前に数家族によって設立されました。厳しい海の環境と隔絶された地理的特徴が、外部からの訪問者を自然と遠ざけ、村は独自の文化と伝統を育んできました。しかし、その孤立が村人たちに深い不信と秘密主義を植え付け、外界との交流はほとんど断たれてしまいました。海がもたらす豊かな恵みと引き換えに、彼らは自らを海に囲まれた孤独な存在として受け入れ、村の真実を守り続けてきたのです。祖先の遺産、村の創設者たちは特定の儀式と信仰を重んじ、その一環として多くの神秘的な遺物を残しました。これらの遺物は村の小さな祠に保管され、特別な日にのみ一部の村人によって取り扱われます。伝説によれば、これらの遺物には村を守る力が宿っており、不正な心を持つ者が触れた場合、恐ろしい災いがその者に降りかかると言われています。このため遺物は極めて敬意を持って扱われ、村の安寧を保つための重要な役割を果たしています。閉ざされた真実、この村には言い伝えられない秘密やタブーが数多く存在します。特に村の北端にある古い井戸に関する真実は、村外の者には決して語られることがありません。この井戸からは夜な夜な奇妙な声が聞こえ、誰かが何かを訴えかけているかのような声が響き渡ります。かつて好奇心から井戸を覗いた外部からの訪問者が消息を絶った事件があり、それ以来村人は井戸を封印し、その存在を忘れ去ろうとしています。しかし、どれだけ隠そうとも、夜の静寂の中でその声は今なお村を震わせ続けています。消えた住民、夜の失踪、シュワク諸島の忘れられた村では、ここ数年で複数の住人が謎の失踪を遂げています。これらの失踪は常に新月の夜に発生し、失踪する前日まで住人たちは何が普段と変わらない様子を見せていました。しかし、失踪の夜、目撃者によると、村の上空に不自然な静けさが訪れ、時折遠くから悲しげな旋律が聞こえていたと報告されています。村の古老たちはこれを祖先の警告だと語り、深い恐怖を感じています。失踪者たちが最後に目撃されたのは、村の教会近くの古びた桟橋で、彼らは海を眺める姿で静かに立っていたとされます。証言と噂、失踪事件については村内外で様々な噂が流れています。地元の漁師たちは、失踪した夜、海が異常に穏やかで、水面が鏡のようになっていたと語ります。また失踪する数日前から、影のような存在が村の周囲をさまよっているのを見たという証言もあります。これらの話は徐々に人々の間で広まり、失踪者たちが何らかの超自然的な力に引き寄せられたのではないかという憶測を呼んでいます。村の青年たちは夜間の外出を控えるよう厳しく戒められており、失踪の謎は深まる一方です。無言の家、失踪者の家を訪れると、
そこには異様な静寂が支配しています。家の中はまるで時間が止まったかのように静まり返り、日常の営みの痕跡がそのまま残されています。食卓には食事の支度がされたまま放置され、まるで住人が突然消え去ったかのような状態です。この静けさは訪れる者に重苦しい圧迫感を与え、家の中で時折聞こえる不可解な物音は、失踪した住人が何かを訴えかけているかのように感じられます。村人たちはこれらの家を忘れられた空間と呼び、恐れています。禁忌と呪い、禁じられた地、死惑諸島の忘れられた村には、入ることが厳しく禁じられている地域が存在します。この場所は黒い森と呼ばれ、夜になると異常なほどの静けさが支配します。伝承によると、この森は古代の戦いで多くの命が失われた地であり、犠牲者たちの怨霊が今も生息しているとされています。村の老人たちは森に足を踏み入れると呪われ、二度と元の生活に戻れなくなると警告しています。このため森は村の子供たちにとっても恐怖の対象となっており、近づく者はほとんどいません。夜に響く字も村の人々の間では、禁じられた地である黒い森から夜中に不気味な呪文が聞こえると言われています。これらの声は森の奥深くから風に乗って聞こえてくるため、その出生を特定することは不可能です。証言によると、呪文は古い方言で唱えられ、その言葉の意味を知る者はほとんどいませんが、聞く者に深い不安と恐怖を感じさせると言われています。いくつかの説によると、これらの呪文は森に封じられた古の精霊が自らの解放を求めているとも考えられています。呪いの痕跡、村のあちこちには奇妙な象徴や印が見られ、これらは古い呪いの証拠とされています。特に村の中央に立つ古い石碑には理解不能な記号が刻まれており、夜間になると自発的に発光することが報告されています。地元の伝承では、これらの記号は村にかけられた呪いを象徴しており、その力によって村は不幸や災難から逃れられないとされています。科学的な説明を試みる者もいますが、これらの象徴が持つ超自然的な力は研究者たちにも解明できていません。幽霊の村、透明な住人、死惑諸島の忘れられた村では、透明な影が村をさまようという報告が数多く寄せられています。これらの影は特に夕暮れ時に老墓地や廃屋の周辺で目撃されることが多く、その存在はほのかに光る輪郭でしか認識できません。地元の伝承では、これらの影はかつての住人たちの霊であり、彼らは何らかの理由でこの世を去ることができずに村にとどまっていると言われています。目撃者の中には、これらの影が自分の名前を呼ぶ声を聞いたと証言する者も多い。村の過去と現在が融合した不思議な体験をしています。幽霊との対話、一部の勇敢な心霊研究家や霊媒師が村の幽霊との対話を試みた記録があります。これらの専門家は特別な儀式を行い、霊と意思疎通を図ることに成功したと主張しています。これらのセッション中には、幽霊たちが村に残る理由や彼らが抱える未解決の願いが明らかになることもありました。例えば、ある霊は自分の死に至る事故が未だに村の記憶から消されていないことに苦しみを訴えました。これらの対話からは、霊たちが感じている孤独や痛みが垣間見え、村の暗い歴史が少しずつ明らかになっています。永遠の夜、この村は一年を通じて不自然な暗闇に包まれることもあり、この現象は永遠の夜と呼ばれています。科学者たちもこの現象の説明には頭を悩ませていますが、一説によると、この現象は村全体にかけられた古い呪いによるものだとされています。
暗闇は非中であっても突如として訪れ、太陽の光が完全に遮断されることがあります。この永遠の夜は村の幽霊たちが最も活動的になる時間であり、彼らがこの暗闇を利用して現世に顕現しやすくなると言われています。この超自然的な説明は村に漂う神秘的な雰囲気をさらに強調しています。解明への挑戦、科学的探求、シワク諸島の忘れられた村に発生する怪異現象に科学的手法でアプローチを試みる試みが行われました。一連の研究チームが村に派遣され、特に永遠の夜と透明な住人たちの目撃談に焦点を当てて調査が進められました。チームは高感度カメラ、環境センサー、心理分析ツールを使用し、これらの現象が自然環境や村人の心理状態にどのように影響を与えているかを解析しました。しかし科学的機器でも捉えられない不可解な音声や映像が数多く記録され、結果としてこれらの現象の多くは科学的説明を超えるものとされました。過去を掘り返す地元の歴史家と心霊研究家が協力して村の過去の記録や口づてを再検証しました。特に100年前の大火や未解決の失踪事件が再び注目され、これらの事件が現在の怪異現象とどのように関連しているかが探求されました。古文書や日記からはかつて村に存在した秘密結社の記録が発見され、彼らが言っていたとされる儀式が現在の呪いにつながっている可能性が浮かび上がりました。これらの発見は村の暗い過去を解明する手がかりとなり、忘れ去られた真実を明らかにしました。村の未来、村を取り巻く怪異現象に立ち向かうため、地元住民と研究者は共同で村の再生プロジェクトを立ち上げました。この取り組みには伝統的な儀式の復活や村の文化遺産を保護する活動が含まれています。また村の歴史を生かした観光プロジェクトが提案され、外部からの訪問者を積極的に受け入れることで村の孤立を緩和し、新たな活力をもたらすことが期待されています。このプロジェクトは村の未来に新しい希望をもたらし、次世代に向けて平和と繁栄の礎を築くことを目指しています。皆さん、今日の探索でシワク諸島の隠された村の深い謎に少しでも近づけたなら幸いです。私はガルマです。今回の旅は忘れ去られた歴史とその中で息づく怪異に光を当てる試みでした。もし今回の物語が気に入ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。そしてこの村のように秘められた物語を持つ場所を知っているならコメントで教えてください。次回も未知の謎を解き明かす冒険を続けますのでお楽しみに。それでは皆さん、またお会いしましょう。安全で神秘的な一日を。